家電フレンズはパソコンから離れて、あるいはスマホから離れて見てくれよな。最初のトキャシティに佐賀木がいた。あーよくできてんね、うん、チャンピオンロードも最初のトキャシティの横にあるもん。あーなるほど、うん、すごいね、回っていかなきゃっていう、うん、で最初にポケモンを始めた時にトキャシティの左に行けばライバルと戦いになるんだけども、ああそこ割とスルーできちゃうんだよ。なるほどね。だから最初のライバルとの戦いが割とスルーしてしまう人もいる。ああ僕がスルーしてた時がする。なるほどね。最近になってあここでも戦えたんだってなる。あむしろそうなんだ、うん、意図してスルーしてたんじゃなくて戦えたんだって気づくぐらいのノリなんだ、うん、こっちにいてもなんもねえぜっていう話をしてから勝負だって言ってくるんだよ。ああなるほど、うん、最初からあの北に向かえばポケモンなんだけどトゲアの森になるっていうことを知っちゃうともう左行かないから。ああポケモン懐かしいな。ピカチュウトゲアの森にしかいませんからね。ああしかもあんまり出てこない。ああまあそうかもね。うん鳴き声もビーンとしてね。ねビーン今ピカチュウだけピッカーって喋るもんね、うん、ゲームでもちゃんとピッカーって言う。そう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 ビーンって言えよ。で、ビーン。まあ嫌だけどね。そんなの。今さらあの鳴き声戻るのかよ。ね。名探偵ピカチュウをだからさ、ちゃんとビーンって言えばよかったんちゃう。ああ、だってそれどころかピッカーどころか普通に喋るからねあれは。よ、マラカス振ろうぜ。ね。なんでさっきからみんなマラカス振ってんだろうね。でも昔からだよ。あの君さっきからって言ったけどね、昔からだよもう。さっきだって放送外でもガンダムのなんかやってたけど、ハヤトが俺もマラカス振らせてくれよとか言ってた。ねえアムロマラカスを振るぞ。だから君どんだけマラカス好きかってさ、うん、あのボブが仮面ライダーハマりたての頃にさ、うん、オリジナルの仮面ライダーをさ、うん、装着変身改造して作ろうと思うだよねみたいな盛り上がった時にさ、うん、なんかアイディア出してよっつって、うん、仮面ライダーマラカスどうっつって、うん、で仮面ライダーマラカスを作って、うん、作ったの作ったよ。現物あってよ確か、うん、しばらく家とかに、うん、仮面ライダーマラカス1号の装着変身だったかを改造して、うん、いいね頭にマラカスついてるまあ要するにウータンなんだよ。そう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 僕が絵で描いた仮面ライダーマラカスはまあウータンだったもんね。ジョジョのキューブもウータンだったし、ね、ああウータン好きだよね本当に、うん、ウータン食うよりウータンでしょやっぱ面白いの。だって君のせいでさあのトム弟さ、うん、一個常識ずれてたっぽい時があって、うん、なんだっけななんか厳密なこと覚えてないけど確か友達と普通に NHK あのほら、うん、NHK 別に普段見ない人たちでもさ時々 NHK のこと思い出してちっちゃい頃これ見てたよなって盛り上がったりするじゃない、うん、でなんかウータンの話になった時にああ時空帝王なって弟の中ではさ、ああ時空帝王みんな時空帝王って面白がってた常識っていうものになってるのあの君が勝手に言ってたっていうのは抜け落ちて、まあ、中学の友達の間ではあれ時空帝王だから青森にその文化はないじゃない。ああけど身の回りでしかないからねそれは。そうそれを時空帝王常識だと思い込んで時空帝王なって言った結果、うん、え、なんだよそれってなってウータン時空帝王だからね。謎だよね時空帝王って言われて時空帝王時空要素ないもんねウータンあのさ君のお金で弟の常識歪んでるとこ結構あってさ紙芝居になってからね。ねうちに大量にまだある紙芝居紙芝居作る部活やってたからね。要するに紙芝居部だったよね、うん、あの紙芝居部じゃないんだけど、うん、たまり場だからね。まあ要するにねウータンの紙芝居すげえいっぱい書いたもん。ああみんなでようやって、ね、一人でじゃないのがなかなかねみんなで、うん、しかも僕も別にウータン主役で書いたの別の人だからね。ああ僕も流れに乗ってウータン書いてたみたいな。なるほどね、うん、時空帝王時空帝王ターミネーターの巻きとか。ああ完封摩擦って完封摩擦だったね。あれそれウータンだったっけ。なんかウータンだね。あれ新井さん。あ新井さんって言ったね。ねえ、うん、あの新井さんって言うと多分今の人キャモノフレンズ出てくると思うけどさ、うん、違うね。あのボブ新井ジョーでしょ。あそうよく覚えてんね。新井ジョー今かけるもんカゴとか
え、荒井城覚えてる？じゃあ荒井城、じゃあ筋肉マン的な鼻で、ね、目がまあたけしみたいな、そうそうそう、旅行船で髪はパンチパーマみたいな、そう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 、荒井城ボムもさ、うん、今久々に思い出したよ、荒井城今ねえ、うん、久々にかけって言われたらか、てか僕荒井さんってしか覚えてなかったけど、荒井城だったね、荒井城だよ彼の本名、うん、あの聞いてる人によると、あのボブが昔書いてたのオリジナルキャラクターというか、うん、だから我々以外誰も知らないね、荒井城、ボブが何か書くときは大体荒井城書いてたんだけど、うん、懐かしいなぁ、荒井城復活させればいいじゃん、ブログで、なるほどね、ブログのキャラとして、あーなるほどね、荒井城、荒井城、うん、あいつ多分もう残ってないもんな、火事になる前だもんな、あの人、うん、書いてたの、うん、まあでも書こうと思えば書けるもんね、あれ多分書けると思う、体普通だもんね、ね、普通の普通だよね、荒井城だってさ、今書く順序多分覚えてるもん、あのなんていうの、この字にモコモコのパンチパーマの紙をまず書いて、でそれに銀閣付け足して、うん、で横線の目を描いてでっかい鼻描いてあの分厚い唇を描いたら完成かな、うん、目はちょっと困り顔っぽい目だった、そうかもね、ハの字の目だった、あああああああ、で眉毛太いのか、うん、荒井城、荒井城、ウータン荒井城あたりが人気かな、あれボブさん今さ、あのどんな絵だったか忘れたけどさ、うん、ボブ最近押し入れから発掘したっつってブログ記事にしたさ、うん、あの中学校時代に書いた絵本出てきたっていう、あ、なんかあったの、あれ新井さんの絵だったっけ、違うか、分かって、あれ新井さんじゃない、ボブ描いたの、うん、あれ分かんないけどさ、うん、ボブあのつい最近記事にしたっつってもう忘れてるけどさ、うん、あの絵新井さんでなかった、新井さんなのだ、今新井さんなのだだよね、みんな、うん、新井さんっつったら我々にとっての新井さんはあれだから、新井町だ、新井町、懐かしいな、もう20年は経ってないか、でも10何年ぐらい前の話かな、もうだってあれいつだよってくらいだよね、書いてたの、うん、仮面ライダーで言ったらファイズ、まあファイズとかブレイドぐらいの時期だよ、多分ね、え、うん、まあもう20年弱だな、すごいね、うん、2000年代20年前だからね、ね、なかなかやばい、県外になっちゃった、ああ山奥でね、うん、いやー2000年代とかすげえ最近の印象しかないけどね、ねえ、キラキラピンク、何それ、携帯電話の CM、 ああ戦隊ヒーローみたいなの出てくるやつ、なるほどね、シャイングレー、キラキラピンク、ハッピーオレンジ、分かんない、でもボムもね2000年の記録はすごいあって、うん、あ今は2000年っていうなんかこうミレニアムというかあの特殊感あったよね、ね、ちょうどそうなんだって、うん、サルデッチュとかの頃だよね、1999年に地球滅びるらしいっていうのあったの、だってね、我々の1999年に滅びるらしいよ、その前に聞いてた人たちだからね、99年4月どうなるんだろうって当時思った記憶があるね、どうもなんなかったけど、意外と何も起こらなかったって、うん、もうすぐじゃんって思ったもん、なんかね、幼稚園児ぐらいの時に、ああ、え、終わんのって思ってんの、うん、だ恐怖の代用が降ってくるってさ、ね、相当怖いんじゃんって思ったけど、生まれたばかりなのに終わるのかって感じで、うん、今思えば、我々の昔話ももうこの放送を聞いてるもっと若い人からちょっと訳わかんないのいっぱいあるんだろうね、やっぱりね、文化違うもんね、やっぱり、あビデオだしさ、 VHS だからね、うん、配信ないからね、昔は、そう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 、やってないに見られないから、だってベイブレードのビデオ送ってたもんね、昔、そうだよ、レンジマンに送ってもらって、うん、うちではベイブレード見てたんですよ、あれもさ、仙台でベイブレード当初やってなかったんだよ、ね、あー終盤にいきなり放送始まったんだよ、なるほど、ベイブレードの人気がすごすぎるから、あーだから終盤の回が多分ビデオで送られたんだと思うけど、ね、今仙台のアニメ事情はなかなかのことになってまして、あも
もうほぼ日曜日しかやってないんだアニメ。あ、そうなんだ。昔は夕方4時から新作アニメ島次郎とかポケモンとかやってて、ああ4時半からは再放送だったんだけど、ああキテレツとか仮面ライダーとか筋肉マンとか、それがいつの間にか再放送枠が2009年くらいになくなって、ああ再放送枠も新作のレスキューフォースとかレスキューファイヤーとか、なるほどね、そういうやるようになってたのが全部相棒に取られて、ああ相棒再放送になって、相棒に取られたか。で今もう日曜日のみみたいな、今日土曜日の朝なんかやってっかなと思ってつけたらポケモンやってたね。なるほどね、うん、ポケモンなんかバラエティ番組みたいなやつ。あ、でも相棒さ、うん、ああじゃあポケモンのバラエティ番組知ってるわポケモンの家、あの相棒ついたにさ、すごい久しぶりに見なさってさ、うん、見てたらねすごいタイムリーだけど、うん、あのね青森駅がトリックだった回だった、うん、あの要は電車の中のトリック、あのあれを見破る回だったんだけど、うん、青森駅っていうのがあの真相だったっていう回だったの、うん、あの簡単に言うとあの青森駅に停車するところが答えだったみたいな、そういう回なんだけど、時刻表なんとか、そうそうそう、なんかね要はその時刻表とか的に、うん、この列車から犯人は物を持ち出すだが持ち出したはずなのに北海道まで止まんないことになってると。なるほど。でそれでじゃあ証拠は車内の中に残ってるじゃないかって奮闘する回なんだけど、うん、あの虫カメラの前あたりでバチッつったけどね、最終的な答えがさ、うん、ゴミだけ青森駅に停車して降ろしますと。なるほど。その通りに証拠をが外に持ち出される。そうそうそう、うん、っていう回だったんで、うん、この道すっげえ怖いね。ああ今どういう意味って思った。いやこの森感がね、うん、左右を囲まれちゃってね、うん、ホラー映画だとここでなんか悲劇起こるやつだね、うん、あのなんか顔が出てくるとか、うん、人跳ねるとかね、うん、いやいろんなことがありますが、あれね、なんかまだなかったかな。ボブはさ、うん、今思い出して最終手段の話にはあってさ、うん、あのこの話っていうのはあのまた例によってあのボブの長尺もらうような話になっちゃうんだけど、うん、あの長い話だから先に、まあ、言うか言わないか判断する前に、うん、落ちどころだけ説明させてもらうと、うん、そんな非常識で情報弱者なことあるっていう人に出会ってしまった時の文句系ね、文句系のお話になるんだけど、これで聞かないとすげえ中途半端になるから、じゃあ聞くで、ついでにもう一個補足させてもらうと、全部本当のこと通りに喋るとちょっと問題がある話なので、実際の話というアニメじゃない、アニメじゃない。なんで、まあ、何が言いたいかっていうと、僕今からその話をさ、うん、ほぼ全ての要素を例えに置き換えて、はあ、要はね、今の普通に成り立つ話としては多分話すと思うんだけど、うん、あくまで全部例え話に置き換えてあるので本当はそうじゃないっていうのが多々あるっていう、そういう設定ですよ、ことにさせてもろて、うん、あのね、まあある日、うん、あんま電話してこない昔の知り合いから電話がかかってきて、うん、やだよかつって宗教の誘いじゃねえなって、あのね、それがあの全然その、あのなんていうの、最近連絡取ってないとはいえ、うん、気心は知れてるというかさ、なるほどね、まあここもね、すでに例えかもっていうのは言っておくとあの小中高とかのさ、うん、同級生でずっと一番仲良かったぐらいだけど今交流ない人とかさ、まあいるよね、お互い連絡先は知ってるけど連絡取ってなかったぐらいの人から、もうインスタグラムでしか今交流ないけど小学校時代すげえ仲良かった人がいる、あ、そうそう、そういうもんよ、うん、からさ、久々に電話が来てさ、うん、何かなと思って出てみたら、よく電話かけてくるよね、皆さん人に電話かけたことないわ、なるほどね、うん、あ、でもまあじゃあその点についても言わせてもらうと、うん、今電話かかってきたって言ってるのすら例えかもよ、なるほどね、そう、実は LINE かもしれないしメールかもしれない、そう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 、うん、まあ本当にそれぐらい全部かもよかもよで聞いてほしいんだけど、うん、でそれで長尺の話なんだからね、でも確信の部分は本当っていうか、うん、あれなんだけどもさ、うん、
で電話出るじゃない。で何かなと思ったら、ちょっとこんなことで電話するのあれかなとは思ったんだけども、はあ、ちょっとさ、モヤモヤを抱えてるんだよね。要するにさ、はあ、解決策が出るとは思ってないけど、人に相談するとなんかモヤモヤ晴れるとかあるし、うんうん、で特にボブ君なんか人の悩みよく聞いてて、ボブ君に相談すると、はあ、結構まあ気が晴れるって言うじゃない。サンドバッグにされてる。でさ、ね、悪いんだけど、ほんとちょっと僕の話聞くだけ聞いてもらっていいかなって、はあ、でその人が話してくれた内容が、その人もさ本当にさ自分で自分が悪いって思いながら言ってるんだなっていうのすごい伝わってきたんだけども、はあ、ね今プラモデルってすごい流行ってて、はあ、まあ、みんなの SNS とか見ててもやっぱ好きでこう投稿してる人もたくさんいてってなってんだけど、はあ、ちっちゃい頃にさ、その人がね、僕はお父さんがプラモばっか作ってて自分に構ってくれなかったっていう経験から、はあ、昔からプラモデルが実は嫌いで、はあ、でまあプラモ好きっていうのボブ君あれだから知ってて、なのにこんなこと言うのあれなんだけど、うん、実はプラモデルの話して楽しそうにしてる人を見るのも苦しいというかさ、はあ、ボブも昔さケロロ軍曹で似たようなことがあったじゃない。大ブームが来る前ぐらいに僕ちょっとケロロ軍曹ハマってて、その後大ブーム来てさ、でもともと自分が好きだったのに、まあそうなる。でそういうことも知らずにみんなこうケロロ軍曹ケロロ軍曹ってなってる状態に、嫌でケロロ軍曹離れたことあったけど、要はそれに近しい感覚なんだよね。なるほどね。プラモデル好きな人は何も悪くないけど、僕は勝手に昔そういう過去があったことでプラモデルが嫌いになっちゃってて、で今特にみんな、なんていうか、もう拍車が合ってるじゃない、プラモ人気に。そうだね。で、知らずだからね。そう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 。とにかくプラモデルで楽しそうにしてる人を SNS 上とかで見る機会が増えちゃってさって。で、フォロー外せよ。で、まあ、要はもう、本当さ、そういうのが目に入っちゃってっていうのも嫌だし、うん、そういうことを気にしてる自分も嫌だし、みたいな。うん、で、だから、まあ、なんていうか解決策があるとは思わないけど、ちょっと、まあ、そういう話を誰かにも言いたくてしょうがないなっていう、ああ、だからちょっとボブ君に相談することにしたんだって、まあ、ああまあなるほどねって、まあ、さっきボブが言ったケロロ軍曹の話とかボブもあったし、うん、でだからまあそういうこともあるし、まあ苦しいかもだけどっていう、まあ、特に解決策はそう出なかったけど、うん、まあでもそれはそれとしてじゃないっていうぐらいの感じで、うん、その話は終わったんだよね。まあ、結局のところ、その人も話した段階でさ、うん、結構心はもう十分晴れてるというかね、はあ、結局のところ最初に言ってた通り、別に具体的な解決策が欲しかったわけではないと、うん、でまあそれで話久々に話したのを機に、はあ、またちょくちょくたまーに会うようになって、はあ、でねしばらく今話したことはもうなかったかのような時が流れてったんだけど、はあ、ある時に、はあ、まあ、その人例えば今レンジマンが横にいて僕こう運転してるのと同じような感じでさ、はあ、テレビつけながらさ、はあ、車走らしてたら、はあ、模型店に強盗が押し入って、はあ、お店の経営してた人からそこに居合わせたお客さんまで何人か、はあ、死んでしまいましたっていうニュースがね、はあ、なかなかだよね流れて、うん、サイドなんだけどこれも例え話かもしれないよっていうことで、ね、でなった時に、うん、うわ凄惨な事故だなって思ったら横にいたその人が豹変して、うん、はあ、ざまみろみたいな感じになっちゃったんだよ、はあ、要はさプラモデルなんてほら好きだからこんなことになるんだよみたいな、これさ例えてるから余計わけわかんなくなってる、うん、まあいいけどその通りに思って聞いてくれればいいんだよ、うん、で豹変しちゃって、うん、要は一見さ相談して晴れたってなって落ち着いたように見えた彼も、うん、本当に心からそれを憎んでるんだなってことが、うん、怖い話だね。そこで分かったのね、うん、で、あそっかそれほどの闇を抱えてるんだなって思ってさらにさらに時は流れてって、はあ、ね、ボブもそういえばああって思ったんだけど、うん、しばらく経った頃に、そういえば僕は相談事したりとかたまに会って遊んだりしてるけど、はあ、
今の僕 の、 あの一番の趣味みたいなことってボブ君に話したことないよねみたいな、あ、そういえば今この人が普段何して何を楽しんでるのか知らないなって思って、あの、何楽しんでるのって言ったら、これなんだよねって言って、あの、見せてくれた写真がガンプラなんだよね。で、えって思うじゃない。あんなプラモデル憎んでんのに転売してるんだよ。あのね、そんな次元じゃなかったんだよ。そんな次元じゃないっていうかさ、買って破壊して、あのね、これ当てようとしても当てれないと思う。あの、言えないじゃん。だってあの、え、プラモデルじゃんなんて言ったら何起こるか分かんないじゃん。さっきの話もあるし、で、あれ、この人プラモ嫌いだよねって、でも今見せてくれてる写真ガンプラだなと思って、で、これはって言ったら、あの、いや自分で加工してさ、ここまで作り上げたやつなんだよって楽しそうに見せてくれる。で、あれって思ってさ、プラモデル憎んでるよねって思うんだよ。でもさ、あの、言えないじゃない。え、プラモデル憎んでんじゃんって聞きたいけどさ、聞けないじゃん。でさ、結局のところ直接これは確認できてないけど、今もう 99% 間違いない答えは分かってて、あのね、その人ガンプラがプラモデルっていうカテゴリーの中に入ってない。あの、どういうことかっていうと、その人はちっちゃい頃からプラモデルを憎んでるけど、ガンプラがガンダムのプラモデルだって知らないのね。知らないし、あの、知らないしさ、知らなくても右はあれプラモデルじゃない。でも彼って、あの、ちょっと外れてるところがあって、あの、要はさ、プラモデルっていうものを憎んでるっていう頭はあるんだけど、あくまでプラモデルという名のつくものを憎んでるのであって、ガンプラがガンダムのプラモデルって知らないから、ガンプラはプラモデルじゃないのよ彼の中で。ので今も彼は、あの、プラモデルを心から憎んでるって言いながらガンプラを楽しく作ってるっていう。でね、これ多分だけど、ガンプラってガンダムのプラモデルの略だけど知ってるって言ったら多分、うわーってなってあの、発狂して死んじゃうと思うんだよね。いや、その、え、僕はプラモデルをこんな楽しく作ってたのって分かったら、彼は発狂してしまうと思う。28にもなって、あの、友達って言ったのすら例えかもよっていう、あの、そう、長いのに例えばっかりだからマジでよく分かんないんだけどさ、あの、でもストレートにさ取ってくれたらいいんだよ今の話を。あの、例えてるだけであって、まあ、ガンプラじゃないかもしれないよって、あ、まあまあそういうところでね、っていう話があって、同じジャンルのやつだけども違うと思ってるよっていう、まあ要するに一言で終わる話を、あ、まあまあそうかもね、すげえ長くしてみましたね。そうそうそう、順を追ってね、これ順を追って言わないと、あの、不気味さがさ、不気味な話だったね、確かにね、いや、この不気味、あの、なんていうの、だしかもだけどボムにしてみればさ、目の前にいるんだよその、その状態のあれが、やっぱり人間ってのは恐ろしいもんですね。人間に会ってなくてよかったよ。いや、だって一周して今さ、ちょっと伝えてみたいもん。あの、ガンプラかなみたいな、ガンプラっていう言葉はガンダムのプラモデルだけど知っているかいって言ってみたい。プラってなんだよっていう話だからね。で、要するにガンプラだった場合は、そう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 。でもね、全部例えにしてあるとはいえ、今の反応で結構正しくて、じゃあプラって何だと思ってるのっていうことなんだよ。そういうことだよ。そう、要はね、ある略語を勘違いしてるっていうのは真実で、その人にその略語をさ、元に戻した状態聞かせたいなっていう状態なんだよ。いや、これなんかこのプラモっていうことになったことによって、ああ、オタクの人たち気悪くしてねえかなみたいな。そう、俺がプラモじゃない話だった場合にね、っていうちょっと怖さもあったけど、なるほどね、やばいマニアの話みたいになっちゃったよ。なるほどね、っていう話ですよ。てかさ、伝えなくてもさ、いつか気づくんじゃないかっていうのがさ、彼気づいたらどっち取るんだろうね。あの、要はだってさ、プラモデル憎んでるとはいえさ、ガンプラは好きで趣味なわけじゃない、
だそうなるとさ、いくらプラモデルだったとしてももう好きなことなことが確定してるじゃない、うん、わざわざ嫌いになるのかっていう、実は何も関係なくて、ああそういう騙しをしてるのかもしれない。ああ、向こうは反応を見ているっていう、向こうは向こうで、ああなるほどね、この時これを見せたらこいつは何て返してくるんだろうみたいな。ああでもそれはそれで不気味な話だよね、うん、意味がないからね、そんなことする、ね、そんなダークな楽しみ方を、うん、ね、まあ聞いてる人には悪いんだけど、レンジマンにだけならヨシンバ後で放送外で、うん、実際は何なのか言ってもいいんだけど、うん、そうだね、あ、うん、いや人間は恐ろしいね、人間は悪く、いつか人間は滅ぼさなきゃいけない。滅ぼさなくてもさ、でも滅ぼさなくてもいい派なんだよね。ああ滅びる、滅びるからね。そうそうそう、みんなウイルスで死ぬんだよ。ああこういうこと言うと怒られるよね、多分ね。ダメだね。ああね、僕ワクチン打ちましたけど朝も行ったから、ああおお終わりなんかワクチン打ちましたけどの続きは、うん、打ったからどうしたってやつでもある。ああ打ったよっていうだけ。ああ、うん、まあ、ワクチンこれから打つ人は腕痛くなるから気をつけた方がいいと思うよ。ね、すげえ痛くなるよ。ああ2回目特にファイザーでも痛くなったから。ね、いや参ったね。なんだね、多分僕はそんな後遺症出なかったことを考えるとファイザーの方がいいかもしれないよね。あ、まあね、人によるらしいから分かんないけど、まあ、あモデルナやばい説あるよ。やばいっていうか強力なのもまあモデルナかもしれないけども副反応も強いよみたいな感じっぽい。なんかさ、ここまで打ってない人ってさ、うん、一周してもうちょい待った方がいい説あるっていうかさ、よりいいワクチンが出るかもしれない。そう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 、あの承認悪いけどさ、うん、今のワクチンも片落ちなわけじゃない、うん、新しいウイルスには対応してない、そうだよ、うん、ってなるとさ、もう新しいのに対応した時点で買った、打った方がお得だよね、うん、まあね、ただまあ どっかのタイミングでさ、打ってないやつの扱い雑になってくる恐れあるよね。ね、ちょっとそれは感じるよね。打った人が大多数になると、あそれ前提で打ってる人向けにその旅行なりね、なんなり絶対出てくんだよね。今もだってあるよ、うん、あの旅行打った人安くなるプランみたいな、うん、それがだんだん今後多くなってくるとやっぱり打ってないちょっと辛いとこもあるのがね。ね、弟今日打ちに来たっつったかな。ああ、トムは絶対打った方が良さそうな感じするけどね。ね、出かける楽しみ。そう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 。トムのポケモン GO の玉沢氏の名前ガチヤンキーだから。じゃあまだ闇のオーラ出てる。うん、闇のオーラ出てる玉沢氏がガチヤンキーっていう名前で言う。あれ本当面白い。ガチヤンキー。ガチヤンキー。ポケモン GO まだやってますけどね。やってんだ、うん、もう新しいポケモンが出てこなくてさ、ああ大変だよ、アブソル捕まえられなくて。ああなるほどね、あれだって幻ポケモンみたいなやつだよね。全然やってて出てこない。この前一回出たんだけども、ああ近所にいるよっていう情報は出たんだよ。ああただその時ちょうどさ副反応で調子悪かったから、ああ外出られなくて近所のアブソル捕まえられなかった。でもさポケモン GO ってその家にいながらやる時あるじゃん。うん、あの要はある、家でじゃあ捨てたってことだもんね、それ。うん、まああのポケモンのノルマあんじゃん。ああノルマの達成ボタンを押すのは家でもできる。ああそうなんだ。家の近くに今ポケモン出るし、ああそれを捕まえてみたいな。あ、そういうね。スマホゲーム「ウマ娘」はやってませんね。ボブももうさプリコネしかログインしてないよ。ウマ娘ね、マチカネタンホイザーが出たらガチャ回して手に入れたいなって思って、そんだけ。でもね、すごいことに、うん、明日、僕今、ウマ娘やってないって言ったのに、うん、明日のボブエキスポ、うん、ウマ娘の記事、うん、何が起こったのっていうのは、
明日チェックだって言おうとしたけど、この放送的にはもうとっくにやってる。とっくにやってるけど多分1ヶ月2ヶ月前の話になってんだろうね。ああ、これ結構後に投稿するね。もうこの日の終わりみたいなとこだから、うん、振り子ねね、やってますよ僕は。まだまだね。あのさ、レンジマンに聞こうと思ってたんだけどさ、うん、わためちゃんでスピッツよくねみたいな。君さ、総戦力さ、うん、上がるペース早くない？うん、だっていっぱい上げてる。まだ買ってる？買ってる買ってる。あー、そういうことか。そう、いや、あのさ、買えるやつは買ってるよ、あのあれで、ショップでね。あの、課金してない？課金はしてない、一切してない。あのさ、普通あのペースで上がんなくない？そうだね。だってさ、あのまあクラン内でボムまだついてってる方だけどさ、うん、レンジマンに追いつけなくなってんだよ、うん、まあレベル下だったやつ今上げまくってるからね、実際。ああ、放置してたやつ上げる期間に入ったから。あ、そういうことか。うん、エリコとか今だからあれで、ボムとレンジマンが、うん、そこそこのところで小競り合いながら、うん、ボブがレンジマンに追いつけなくなりつつ、うんうん、僕の方が圧倒的に後に始めたけどね。ねで、今と他の人はもうその土俵についてこれてないレベルになってんだよ。うん、ボブよりね、君そこそこ多いんだよ、その戦力が。うん、まあ、上げてるやつだってランクとかも全部上げてるもん、ちゃんと。ああ、そういうとこなのかな。全部ランク22になるように頑張ってる。要はさ、ボブの方が歴は長いから、うん、レンチマンに抜かれてもまた抜き返してで、2人で抜いて抜かれてを繰り返すくらいかなって思ったら、うん、ぴったりレンチマンについてってるだけになってて、うん、要はね、平行にいってんだよ。なるほど。そう、レンチマンが上がった分ボブも上がり続けて、同じ量上がり続けてるだけだから、うん、ずっと立ち位置は変わらずいってるみたいな、うんうん、何したらあんなに上がるっけって思って。普通にランク上げとかやってるだけだよね。レベル上げとか。え、例えば1日に何回もログインしたりしてる？まあ朝と昼と夜だ。例えばさ、それで何か違うのかな。でもそれの違いって多分ほぼないよね。ね、ショップでまあ現地ショップもだって今普通に5回分バンって出るもんね、一瞬で。出るし、ポーションは1日に何回か出る、ショップで何回も買えるぐらいだね。ノーマルガチャが1回多いぐらいじゃん。だよね。早朝にもログインしてるからね。え、だからさ、レンジマン何をこんな上がるっけと思って。まあまあ朝7時前にプリゴネログインして、ああ一通りノルマ終わらせて、ああ昼1時ぐらいに今またログインして、ああクエスト全部やって、ああスタミナ使い切って、ああ夜もまたログインしてスタミナ使い切って終わりだ。あれかな、たまにスタミナ買ってるけどね、最近。ああ、それかな。スタミナ買って最新のクエストをバーってやるとまだ超いっぱい溜まるじゃん。ああ、そうだよね。それでレベル上げるんだよ。あ、じゃあそういうとこか。要はそれでポーション買ってレベルだ。ログインしてる回数が多い分、スタミナ溜まって使い切ってもあるから、うん、そこでちょっとじゃあいってんのかな。たまにスタミナ買うって。ボブが知る限りさ、課金でもしてないとこのペースで上がんないと思うんだよなっていうぐらい上がってて、まあ、最初の半年ぐらい課金してたけど。ああ、まあその方を引いてるのもちょっとあるのかな。そこだけだけどね。ああ。っていうね、今聞いてる人何もあれだったのなっていう。プリコネやってほしいか分かんないね。プリコネ のメインクエストはストーリーは読んでませんね。あ、ない、ストーリー読んでないね、全く。ああクエストの会話は読んでるけどぐらいか。うん、いや今どんなことが起こってるかボブが説明しても別にいいっちゃいいんだけど。まああんた、ダークネスフィンガーズだっけ。違う、レイジレギオン。レイジレギオン倒して、ああ、何ダクデスビンダーってミソラとかなんかまあなんか生き残ったんでしょ。そうそうそう、2人ぐらい。ああ、まあ何人か生き残ってどういうのやってるでしょ、わかんないけど。クレジットさんのストーリーとかは読んでんだけど、ああメインストーリーは全然読んでない。なるほどね。うん、プリコはね、困ったことにメインストーリー主軸にあるの前提なんだよね。そうだ、クレジットのストーリーもメインストーリー前提だったよね、完全に。仲良し部とかになってくるとメインストーリー読んでなくていいから。あ、まあ、私あの人だって途中参加だもんね。全然関係ないもん。あ、一応メインストーリーにちょっとだけ出てくんだっけ。まだじゃない、クロエかなんかが。あ、もうそう、一瞬出たんだっけ。まあ、でもあってもそれぐらいだよね。うん、
一瞬なんか戦いの時に出たかなぐらいじゃなかったっけ。ああああ